ただいまよりアクティス元屋田、2階の内容動画を撮っていきます。まずこちらは玄関でございます。はい、こちらはシューズボックスでございます。まっすぐ行きました。こちらは、LDK 約 15.2 畳の間取りでございます。こちらは家具付き物件ということでございます。はい、初期費用を抑えられるのでありがたいですね。で、続いてこちらはキッチンでございます。キッチンはこちらにちゃんと、冷蔵庫のスペースがあるので、こちらはきちんと確保されております。で、こちらは食洗機はついておりません。浄水器はついております。こちらはリフォームされておりますので、きれいになっております。はい、で続いて、洗面の方行きます。洗面がこちらですね。レンガ入って右側のところでございます。こちらに洗面化粧台があって、奥に洗濯機が、こちらに収納が少し、あります。で、こちらが浴室になります。はい、浴室はリフォームされていないようです。水洗部分がリフォームされているということです。続いてトイレの方行きます。トイレがこちらにあります。こちらは綺麗になっております。はい、で続きましてこちらが、玄関入って左側の約 6.1 畳の間取りの、洋室です。収納スペースはたっぷりあります。続いて、反対側、こちらは約 6.5 畳の洋室になります。こちらにも収納スペースがたっぷりあります。で、最後に、こちらバルコニーといいますか、こちらちょっとまたいで入らなくちゃいけないというのがあります。一応 LDK の方からも入ります。ただどちらにしてもまたがないといけない、ちょっと不思議なタイプので、目の前がちょっと建物の隣ありますので、眺望日当たりはそんなに良くないです。はいはい、でこちらは、リノベーション物件というのと、ベッドシークか、あとは元屋田駅徒歩11分の立地、まあ、家具付きマンション、というのは特徴的かなと思います。あとはこちら、なんといってもこちらのバルコニーのようなものが特徴的じゃないかなと思います。以上です。内覧動画を終了したいと思います。ありがとうございました。